見せてくれなかったわ、プレイヤーには。どんな写真があったん？諸角の下着姿とかあったんかな？そりゃゲーム上には映し出せないな。不動明を覚ますと、窓から朝日が差し込んでおり、ユウはいつの間にか部屋に戻っていた。てつくん、今日は二人一組になって洞窟を探すことになった。あ、てつくんと対抗度なんじゃ。あんまり絡んでなかったような気がするけん、ちょうどいいかもしれんな。そうか、お前とか。南側、結構広いけど頑張ろう。二人一組だったら一人だけ、一人だと一人おるけどさ、誰だ誰だ一人になったんは。あ、僕と組むのは鍵山だ。隣に誰かが立っていると、ふと遠くのような気がしてしまう瞬間がある。それは今日すげえ、お前ユリアちゃんのこと好きすぎだろお前。それはユリアちゃんのこと好きすぎだろお前。もう将来的に結婚しそうな勢いになってるな。それが余計に彼女がいないことを浮き彫りにさせた。建物の中までとなると一日ではとても無理だから、今日は4分の1くらいやろうか。その前に一つ行きたいところがあるんだけど、いいかな。あ、それなんとなくわかるぞ。この場所からしたらゆりえちゃんの家やろ。建物この辺だったもんな、確か。てかあれじゃなかった、あれではないな、あれではないけど確かこの辺だったよな。いいけど、どこに行くの？東国の家だ。そうよ、どうなるんだろう。まだ来ました、ここ。お邪魔します。うわ、お金持ち。そうなんだよな、使いゆる食器や電気、家電とかは別に普通そうなんやけどさ、あの絵とか高そうじゃない。あの芸術わからん人にとっては何をあわらせるかよくわからん絵ですらさ、高そうに見えるもん。そう言われたらテレビなんか、こんなでかいテレビ持ってる家庭なんかおるやなって。一流の YouTuber とかがさ、部屋とかに置いてそうな感じのやつ。一流の YouTuber とかスポーツ選手とか、そのあたりの人が自宅に置いてそうな感じのでかいテレビ。鍵山はマンションの部屋に入ると目を丸くした。あのテレビで俺スプラトゥーンやってみたんやけど。俺驚くのも無理はない。僕も最初は驚いた。勝手に入っていいのかな。いいのいいの、将来的に俺の家にもなるんだから。そんなこと言ってる場合じゃない。そうだよね。玄関に遠くの靴はなかった。リビングには誰もいないようだった。おお、遠くの部屋を開けるが誰もいない。何かが大きく変わっている雰囲気もなかった。あ、こっちがユリアちゃんの部屋なんじゃ。いるとしたらここだと思っていた。落胆するあまりガクッと肩が落ちた。でもそうやな、一旦こっちに戻ってきて何か、やっぱ自分のスペースっていうかさ、一番落ち着くだろうに。ここにはいないのかな。ここじゃないとしたら逆にどこにおるんだって話だったもんな。そうかも。そもそも姿をくらましたのに自宅に戻るということはありえないような気がした。あ、そうなん。最初に探らされてもおかしくない場所だ。あ、そうかそうか、探されたくなかったらここには来んようなって話か。諦めかけていたが、遠くの父の書斎への扉を開くと明らかな変化があった。なんだ。あ、どうしたの。アイドル、金庫が開いてる。アイドル。パスワードわからんのじゃなかった。3回ミスったらアウトになるんじゃなかった。お父さんの絵あるし、小さい頃にユリアちゃんの。
厳重な金庫、失敗できないために東国が諦めた金庫だ。え？っていうことはあの時点でもうパスワード分かっとったとか、もしくは京介くんの話を聞いてなんか思い出したんかな。ユリアちゃんの中で思い出してその中にパスワードのヒントがあったか、もうそもそもパスワードは自分知ってましたみたいな感じだったんかな。知っとったけどなんか忘れとった件あんな感じになっとったとか、なんだろうか、どうなんだろう、いろいろ考えようによってはいろいろあるぞ。この中にはクローン世界を解く鍵となる論文が入っているとのことだった。金庫から書類が崩れ出ている。なんだろう、子供が書いたような似顔絵に思う。鍵山が裏を見るとユリアと名前が書いてあった。道具が書いたものだろう。それにこっちは、ああ東国さんのパティとは色違いだ。これあれじゃね、これがあるの、あの第2章の終盤で言おったお父さんがあげるはずだった2体目の人形、ぬいぐるみ、ぬいぐるみ。それはきっと東国の父が表彰式で渡し損ねたというお祝いの品だろう。どうしてこんなものが金庫に。大事にしとったんやな。大切だったんだろう。ほらな、東国、お前は大切にされているんだよ。これを東国に見せてやりたい。てか見たんじゃないの。いや、彼女はもう見ているか。この金庫を開けたのは彼女なのだろう。きっと番号の心当たりがあったのだ。これでさ、これが開けたんがユリアちゃんじゃなくて実は来とったローであって、番号、俺がお前らのことで知らないことがないと思ったのかみたいなこと言われたらええってなる。もうええってなるから。それを試したら開き、今こうなっている。東国はこの金庫内にあるとある論文がこの世界を理解するために役に立つと言ってたんだ。おそらくそれを取り出したんだろうけど。そうなの？じゃあこの紙の束の中に何かヒントが。そうだろうね。だけど僕たちで理解できるかな。そもそもこの紙の中にさあった、クローン世界に重要なものだけを持っていっとったかもしれん、持っていったかもしれんで、ね、ユリアちゃんが。やけんこの中にはもうそのヒントっていうのはないかもしれない。確かに。一応全部持って帰ろう。今ここでその論文がどれかなんて判断がつかないし。あながち神谷くんとか諸積あたりが見てあってなるかもしれんな、これ。そうだね。どうだろう。そう言いつつこの中に該当の論文はないとは思っただよな。ユリアちゃんが持ち出しとるよな。これが開いたということは東国は目的の論文を手に入れていたということなのだから。ダンボールか何かに詰めて持ってくか。ちょっと探してみるね。あるよ、足すぐ後ろにあるよ。ありがとう。とりあえず金庫を開けみよう。すべて出すか。あれ、これん？そのノードに見覚えがあった。東国が昔から愛用しているノートだ。普通のノートの数倍もあり分厚い。ノートというか一つの本みたいな感じやな。東国の筆記量は多く、僕らが普段使っているノートだとすぐになくなってしまいそうだ。手に取り開いてみる。これって何？なんか物理法則っぽいようなことが書いてある気がするけど。ノートの1ページ目はクローン世界についてと題されていた。うわあ！工場表で一番大切なものがこんなところにあった。金庫の中ではなくこんな金庫の横顔に置いてあるか。パラパラとめくる。びっしりと埋まっており、この世界についての考察が書かれているようだった。よう見つけたな、こんな。
普通そんな金庫の中を調べるのは分かっても、横川見んぞ。たまたま目についたって感じかな。筆跡が東国の癖のある丸文字だった。間違いない、東国がこの世界に来て考察したものだ。この世界は奇跡をなすための世界です。同じベクトルの強い感情が量子に影響を与え、時空を作り出すに至る。めっちゃ難しい話してる。その強い感情を実現するための空間がクロノス世界、クロノス空間。奇跡を成すためのミッションが最初に提示される。ミッションを達成するために適した状態になる。電気が使えたり使えなかったり、記憶の消去等が起きているのもそのため。書いてあることはどれも目を見張るような知識ばかりだった。うん、これすごいぞ。うわやばいV 作戦のマニュアルを見たアムロみたいな感じじゃ。すごい、親父が熱中するわけだ。これがあれば脱出できるんじゃないのか。なんだよあいつ、確証がないとか言って散々隠しやがって。笑いがこぼれ出たが、ふととある文言が目に留まり、笑みが消え去る。この世界に入ったとき、ミッションが提示される。ミッションを完遂しない限り脱出は不可能。つまり今回のミッションは犯人探し。犯人を見つけ出し、それは犯人を犠牲にしなくてはならない。息が止まった。見たくないものだった。桜井くん、あったよ。どうかした？あったよ、もう何もさ、ここにあった。あれ違うの持ってきたのが、中入ってたんかな、これ中入ってたんかな。あ、いや、なんでもない。そっか、じゃあとりあえずこれを詰めてみんなの元に戻ろう。めっちゃでかい段ボールあったな。アマゾンでもそんな段ボール送ってこないぞお前。引っ越しようだな。そうだね。このノートは慎重に取り扱った方がいいだろう。考えなしにみんなに見せれば不和や疑心暗鬼を生み出してしまう可能性がある。犯人を見つけ出して駆除することを目的としたようなノートやもんな。ノートブック。部屋に戻り、服の中、背中に貼り付けて隠し持っていたノートを机に置いた。やばい、デスノートをどうやって隠そうかっていう話みたいな感じになってる。矢神ライトみたいに机の引き出しに細工するか。みんなにバレないかと気が気ではなかった。見過ぎ出した犯人を犠牲にしなくては脱出は不可能。犠牲は不可欠、そう東国が結論付けたということをみんなに知られるわけにはいかない。もし知られたら犯人探しが始まる。みんながそれぞれ疑い孤立していく。それだけはダメだ。何とかして他の脱出方法を探し出さなくてはいけない。僕はみんなを守りたい。今のみんなを守りたいんだ。このノートの取り扱いは気をつけなくてはいけない。ある意味触ったら死神が見えるからな。ある意味な。燃やすことも考えたが、中の情報は有益だ。どうにか隠し持っておこう。もう一度ノートを見ておくことにした。パラパラとめくると、とある場所でページが止まった。あれ？このページ破けてる。なあ！隠し持ってる！わ、これ腕時計の中に仕込んで、とっさにかけるようにするみたいな感じだよね。もはやもうよ、キラのやり方やん。1ページ丸々破かれていた。東国がメモを取るときにでも使ったのだろうか。それ以外のページにはクロノス世界についての考察がびっしりと書かれている。突然のノックの音に体が跳ねた。危ない、声を上げるところだった。ノートをテレビの下の机の中に入れドアに向かう。ノートの下のこれか。あれ、またゆうちゃんかな。
また寂しくなったのか？え？ドアの正面に立つと声が聞こえてきた。私だけど。あ、このタイミングでカレンちゃんか。え、このタイミングでカレンちゃんか。二階堂。どうした？意外な人物が来たような気分になったよ。ちょっといいかしら。こんな時間に一体何の用だろうか。え？こんな時間に二人きりになって話をするとしたら、ローの話か？二人きりってことを考えたら、二人の共通の話題、それはローじゃないの？そんな気がするけど。ドアを開けると、彼女が部屋に滑り込んできた。滑り込んできたって。滑り込んできたってなんだ。人形みたいに姿勢よく立つ二階堂。まっすぐに僕の目を見据え、なかなか言葉を発さない。訪問の意図が分からず、僕は恐る恐る声をかけた。どうした？神谷君には気をつけて。あ？え？何？神谷？突然何を言い出すんだ？何を見たんだ？え？諸角と二人きりでなんか嫌なことしてるところを見てしまったんか、偶然。神谷がどうかしたか？彼のことを信じないで。どうして？今あなたに言えるのはそれだけよ。ああ、もうちょい理由を言ってくれ。その理由を言ってくれ。一番お前、おい、詳しく説明してくれよ。どうして神谷のことをそんな風に言うんだよ。何を見たんだお前は。なんで黙るんだ。仲間だろみんな。誰かを疑うなんてありえない。みんなで協力してこの場を乗り切るんだ。誰かが一人でも欠けてはいけない。必ず8人で切り抜けるんだ。ローのこと信じてる。え？ロー？ああ、ローが仲間だったみたいな話のやつ。友達だったみたいな。ええ、あいつは信じてない。イレギュラー因子やもんな。けどユリアちゃんの話ではイレギュラーじゃないかもしれないと。でもそれっぽいよな。ユリアちゃんが言うならそうなんじゃないかなって思ってくる。やっぱ俺も東国信者なのかもしれない。それなら神谷君のことも信じないで。なんで一緒にするんだい。なんで神谷君とローを一緒にするんだい。いや待て、神谷とローに何の関係が。というかローはまだ僕の前にしか姿を晒していないはずなのだが。いやそうだそうだよお前ローの何を知ってるんだお前は。それともやっぱ思い出しとったんかお前。二階堂の口ぶりはまるであいつのことを知っているかのような。知ってるな、間違いなく知ってるな。あ、去っていた。二階堂は何も答えず僕を一別するとその場を去って行った。信じるなってどういうことだよ。神谷はみんなを取りまとめてくれている。この世界に来て不安だったみんなの雰囲気を和らげてくれた。東国がいなくなって犯人を探すのではなく、あくまで東国を探すように指示しているのだって神谷だ。確かにポリシーはだいぶ変わったみたいだけど。現実世界にいた時、神谷はクールだが卑劣な改革者として知られていた。実際生徒会長就任以来、神谷が行ってきた政策はどれも大規模なものだった。 OB と運動部からの反対を押し切って部活時間を大幅に短縮させ、教師に教材研究の時間を取らせた。結果を出せない吹奏楽部の外部指導者をクビにして別の指導者を据えてきた。え、そこまでしてんの。もう結果第一の感じなんじゃ。家の権威と生徒会長の権力をフルに使って学校という場を推進していた神谷。反発の声も少なくなかったが、その全てを圧倒的な結果でねじ伏せ、
大多数の生徒に幸福をもたらした。まさに革新者だ。イノベーター。イノベーター。そんな神谷がここではみんなで仲良くすると第一義として行動している。調和を促してくれるのは僕としてはありがたいことではあるが、神谷らしくないのは確かだ。確かに結果第一の感じだったのに。二階堂はそのあたりの変化を不審に思っているのかもしれない。机の中から遠くのノートを取り出す。このノートの名前はユリノートな。俺の中でユリノートって言うからな、これ。ユリノート。ユリノートっていうのは、なんか女の子同士のイチャイチャの話みたいな感じだったんだけど、違うぞ。違うぞ。パラパラとめくり、ページが破けている部分をなぞるように触れた。このページには、おそらく犯人が抱えていた。それが神谷だと、二階堂は言いたかったのだろうか。犯人か？ここに書いてあったん。どうなんだろう。破いた理由よな。二階堂は神谷を疑うようなことを言っていたが、やはり彼が人を殺しているとは思えなかった。殺しなんてせずとも、神谷ならあらゆる問題を解決できる。話し合いとか、そのカリスマ性で有力者を味方につけて、敵対者を社会の底まで突き落とすことさえ可能だろう。恐ろしいな。他の誰も人殺しとは思えない。少しも想像ができなかった。何を考えるにしても情報は足りていなかった。僕たちはまだこの世界について何も知らない。失われた記憶の中に何があったのかすら。だがそれを知っていそうな奴には心当たりがあった。不可解性の塊みたいな異分子が一人この世界に混ざり込んでいる。ロード、あいつが結局どういう立場なんかっていうのがまだ分かっていない。てかまだローが出てきていない。8人のはずの幼馴染の中に紛れ込んだ9人目。二階堂は知っているような素振りを見せてはいたが、接触したのは僕だけだ。ローを見つけて知っていることを話してもらう必要がある。彼と 対話するのは骨が折れそうだが、放置しておくわけにはいかない。そもそもちゃんと見つけられるだろうか。その心配は急だった。え、どういうこと？なあ！毎日うろ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 ご苦労なこった。やーい！当たり前かのようにおるな。違う心配が出てきたな、お前。なんでお前こんなのおるんだっていう違う心配が出てきただろ、お前。前それみんなどんな反応しとんだこれに対して。次の日スクランブル交差点に集まると、ローが机に座っていた。普通に出てきたもんな。びっくりするだろ、もうキョトンスするわお前。桜井、彼は。おいおい、なんだよそれ、覚えてないのか。ローだよ。ジャンク屋だよ。君がローか。名前だけは桜井から聞いてる。そりゃあどうも。お前も忘れちゃったのね。周りくどい説明はする気はない。俺は幼馴染のうちの一人、そんだけだよ。いつもみんなで行動してただろう。知らんよ、そんなこと言われても。そんなこと言われても知らんよ。覚えてないな。誰だよお前。私も覚えてないですね。みんなの記憶から抜き取られた。ごめん、僕記憶力が悪くて。いや、記憶力の問題じゃないと思います。おいおい、ひでえな。そんな桜井と一緒かよ。すごい顔してるなお前。
ユウと二階堂は口をつぐんでいた。ユウは覚えてるか。ユウちゃん、ユウちゃんこっちか。え、いや全然知らないよ。カレイちゃん知ってる？知らないわ。嘘つけ。お前に関しては嘘つけって感じやけど。二階堂はロウのことを覚えているようだったが、険しい表情を浮かべて知らばっくれた。ロウのことを睨みつけているように見えた。それにしても悲しいな。誰も俺のことを覚えてないなんて。俺はみんなのことよく知ってるのによ。神谷の独裁者っぷりとか、マスポージの途中で諦めるところとか、諸角の疑問を殺す無能さとか。どういうこと？町工事の途中で諦めるところ、そうなの？町工事くん。あと、諸角の疑問を殺す無能さ。疑問を殺す無能さ。それは神谷くんの言うことだったら、なんかちょっとおかしいなと思っても信じる感じ？そういうことを言ってるのか。桃野の自己中心的なところとか、影山の自己中心が傷つくのが嫌で何にもできないところとか。ちょっと影山くんに関して、哲くんに関してはそうかもしれないなってちょっと思い始めたよ。桜井の嫌なとこは全部他人に押し付けるところとか、東国の。あれ、そういや東国はいねえの？分かっとる感じ。でもローは確かにこっちのこと分かっとる感じ。なんだよお前、絶対俺たちの仲間じゃないだろ。ズッパリ言っちゃった。仲間だって言ってんだろ。さっきの言葉は全部心当たりがあるだろ。全然ない。適当なこと言うな。自分を疑ってくれと言わんばかりの振る舞い、ローへの疑念が深まっていく。何をしに来た？そうじゃけんにすんなよ。お前らに男手が足りねえと思ってわざわざ出てきてやったんだ。足りないも何もな。これからどうすればいいかっていう状況なのに。お助けキャラは大事にしておくもんだぜ。ほれ、食料運んできてやろうか。ロウは余裕の笑みを浮かべる。恩気性がましいことを言っているが、その内側にはどんな思惑があるのか分かったものじゃない。いや普通に出てくるもんな、こっちに。じゃあなぜこれまでこっちに出てこなかったのかっていう感じ。これはチャンスだ。必ず彼から情報を引き出してみせる。その日は結局ロウの存在が気になって、遠くの捜索はあまり進まなかった。夜になり、部屋に戻った僕は一人ロウについて考え続けていた。あ、突然すまない。桜井、入っていいか？どうした町工事くん。ああ、こそこそすまん。なんだか神谷の前では言いづらくて。哲くんもおるんか。大丈夫。なあ、犯人ってロウなんじゃないのか？で、そうな。短絡的に考えたらそうなるよね。でもそれはちょっとさすがに短絡すぎじゃないかな。犯人っていうのは？ほら、私は死んだ。犯人は誰ってやつ。それお前、いくらなんでお前それ、考えずに言ってるだろお前。どうしてそう思うの？あいつ攻撃的だし、俺らの友達とか嘘をつくし。あんな嘘つき野郎を同じホテルに泊めて大丈夫なのか？ロウが嘘をついてるとは限らない。ロウをかぼうようになってしまったが、ここは正しいことを伝えておくべきだろう。疑わしいのは事実だが、感情で彼を追い詰めたとして証拠がなければ意味がない。そうやな。嘘とは限らないってどうして？記憶が消えている可能性がある。記憶が？遠くの仮説の一部を話すと、町工事は納得したようだった。確かに、私は死んだと言われても、そもそも誰が殺されたのかわからないしな。ここに来た記憶もないし、おかしなことだらけだ。なんだか
中学と高校の記憶も薄い気がするよ。そうなんじゃ。小学生のことばかり鮮明に覚えてる。これも記憶が消えてる影響なのかな。それが、え？なんか中学に上がってから絡まなくなってって話からなんかちょっと関係してくるんかな。やっぱその絡まなくなったことに何か原因があるんだろうな。そうかもしれない。その原因をなんか忘れてしまってるというか。僕たちは今犯人を見つけるために適した状態になってるらしいんだ。記憶を失っているのがどうしてそうなのかはよくわからないけど。桜井君詳しいんだね。ユリアちゃんから聞いた。あ、いや、そうじゃなくて、東国がそんなようなこと言ってたから。鍵山が少し困惑したような間を開けた。さっきの鍵山の言葉はただの感想だったのだ。ノートを隠し持っているから過剰反応してしまった。記憶が消えてて実際はあいつが俺らの仲間だったなんてことを考えられるか。なくはないよな。だってローやってあんなに言い出しちゃう感じやし、あんなこと言うんやし。あんなやつが俺らと仲良くしてたとは思えない。同意。ローと仲良くなんてできない。それは今も昔もだ。でもあいつが嘘をついてることを証明しなくちゃいけない。そうしないと追い詰めることはできないよ。確かに何を言ってものらりくらりとかわされそうだけど。そうだよ。このゲームの序盤でやってさ、さあさあさあって3回さあ言われたんだぜ。でも誰もあいつの味方なんていないし、証明なんてしなくても構わないだろう。いや、そんなことはない。確信もないのに犯人と決めつけるわけには。確信は俺がしてる。あいつ以外に犯人はいない。それ確信って言わないっす。町工事はそうかもしれない。でもみんながそうとは限らない。少なくとも神谷、諸角あたりは反対すると思う。そうだな。大丈夫。仮にローが何か企みを持っていようと、僕らが結束してれば何もできない。焦る必要はないんだ。わあ、なんかその振りはちょっとなんかそれ振りに聞こえるよな。ここら辺でなんか次の日あたりにさ、神谷くんあたりがさ何か結束をやめてなんか老顔につきそうな感じになるんよな。嘘だろみたいな感じ。影山はどう思う？え、僕？影山の意見を聞きたい。どうして？みんなを一番見てるのは影山だから。神谷が大胆な改革者なら、鍵山は細やかな観察者だ。書類の見落としはまずしないし、人の困りごとを先んじて見つけ出す観察力を持っている。目立ちはしないが、いつも僕らを縁の下から支えてくれる。そんなことないよ。全然そんなことない。そんなことある。周りがよく見えているから、いつも影山は着眼点が違う。で、どう思う？僕はロー君が犯人かはまだわからないと思う。あいつが犯人だって。じゃあ他にこの中に人殺しがいると思うか？それはわからないよ。でも僕らは思っている以上に互いのことを知らないんじゃないのかな。うわ、この言葉なんか重みがあるぞ。なんでだよ、小学校からの仲だろ。いやでね、結構あるんだよ。この東京クロノスってゲーム以外にもさ、いろんなゲームやってきたけどさ、結構仲良くしていたはずの人って実はよく分かってなかった。実は上辺だけしか見えてなくて、内面の方までは実は知らなかったみたいなことがよくあるんだぜ。いろんなゲームやってきたけん俺はわかる。でも今回東国さんがいなくなって、彼女の悩みのことなんて僕ら誰も知らなかった。うん、
彼の言葉に僕の町工事も何も言えなかった。だから知っていく必要があるんだと思うよ。ロー君のことも他のみんなのことも。